しましょう。さあ、行ってみましょう。バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズ、何としても得点を挙げたい9回です。木下、第9球、初球に送ってストライク、まずは入れてきました。第2球、投げた、見送ってボール。第3球を投げた、変化球ストライク、アウトローへ投げた、ボール、スプリット、ボール、低め、投球これから5球目、低めの球、見逃し三振。バッターはピッチャー藤島。ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります。投げた、初球のストライク、まずは決めてきました。投げた、ボール。第3球を投げました、決まってストライク。次が4球目、投げました、完全に外れた、ボール。投げました、打ちました、一、二塁間のゴロ、吉川取った、アウト。さあ、いよいよあと1人。打順はトップに帰って大島、スタンドからは大きな声援が上がっています。危ない球、第2球、アウトサイド空振り、タイミング合いません。投げました、ボール。投球これから4球目、直球ストライク、インローへ。さあ、次が最後の投球、アウトロー、空振り三振、三振に切って取りました。シューメーカー、見事な完封勝利。ジャイアンツ見事勝利を収めました。さて、今日のヒーローは見事完封勝利を収めたシューメーカー。本当に今日は大活躍でした。